はいどうも、ストックロックです。今日はですね、テスメンさんから TN213 検電器ですね、こちらを提供していただきましたのでレビューしていきたいと思います。で、今回ですね、こうやって2つある通り1個プレゼントします。で、応募方法は概要欄を見ていただければいいかなと思いますんで、そんな感じでよろしくお願いいたします。はい、ということで、こちらの検電器ですね、かなり小さいものなんでレビューすぐ終わっちゃうと思うんですけど、早速開けていきたいと思います。ドン。もう何ってことではなく、もう検電器ですね。はい、こちらがテスメンさんの TN213 っていうね、検電器になります。なんか見た感じはね、至って普通の検電器っぽいですけど、一応ペン型ってことで、まあ、クリップなんかもついてまして、あと電源オンと、あとこれライトのボタンかな、きっとね、そんな感じになってるかなと思います。あ、なるほど、電池を入れなきゃダメなのか。ちゃんと電池入ってましたね、テスト用の電池。あとは説明書になります。あ、なんかこれ古臭い説明書ですね。昔の紙切れみたいな味のある黄ばみ方してますね、若干。あ、一応ね、これね、3年保証ついてますね。とりあえず使い方なんかも日本語で記載されてますので、まあ、使い方といってもね、これテスターなのでピッと当てるだけなんですけど、まあ、まずは電池を入れてみましょうか。電池はね、プラスを奥ですね。プラスを奥。2本目もプラスを奥。これで締めます。で、このペリペリを剥がしていきましょうか。よいしょ。え、ペリペリじゃなかったのかな、これ。ということで、早速この電源ボタンを押してみます。ピッ。あ、ついた。こんな感じで液晶が表示されましたね。上にね、12V から 1kV でいいのかな、こんな感じの表示あるんですけど、これはね、どうやら感度を表してるみたいで、この下のボタンを押すことによって、はい、70から 1kV、 12から 1kV、 要はこれがね、高感度のモードだそうですね。ちょっと感度が強すぎるよといった場合は、1回ボタンを押していただいて、70V から 1kV、 この表示でやるといいそうです。使い方としてはね、実はこれだけですね。あ、あともう1個あった。今感度を変えたこのボタンなんですけど、長押しすることによってライトをつけることができます。長押ししてみます。ピ、はい、検電する場所を照らすことができるっていうのと、ちっちゃい懐中電灯にもなるのかな。で、長押しするとライトがまた切れます。使い方をまとめると、電源を入れた後、この下のボタン、これで高感度低感度の切り替えで、長押しでライトのオンで、また長押しでライトのオフと。じゃあ早速ね、どれぐらい感度の違いがあるのか使ってみたいと思います。はい、ということで、いつもね、テスターの非接触電圧検出、あのモードを試すときに使っているこちらの電源タップ、これで過去のテスターとの比較もできるんで、いい実験になるかなと思いまして、こいつでやっていきたいと思います。まずはね、この高感度モード、 12V から 1kV ってなってるやつ、これでまず近づけてみたいと思います。あ、もう全然バリバリ反応しますね。近づけるだけでね、どんな感じかわかりますね。はい、ただこれだとちょっと感度が強すぎて、どっちがホット側でどっちがコールド側なのかっていうのが分かんないですね。この先端が尖ってるのは、ここにね、差し込むためにあるんですけど、これ差し込む前にもうピッピッピッピになっちゃうんですよね。うん、ちょっと怪しい、うん、やっぱりこれだとね、刺す前にピッ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 になっちゃうんで、ちょっと感度が強いなと。で、そういう時にこれを押します。ピッと。で、70V から 1kV の表示になったので、これで次ね、差し込んでみたいと思います。こっちは鳴らないですね。こっちだけ、はい、おお、すごいね、ビビビビビってなりますね。はい、こっちだけ音が鳴ります。他の差し込み口も同様だと思います。こっちが鳴って、こっちは鳴らない。はい、ということで、こっち側の列がホット側ですね。で、逆側がコールド側っていうのが、この検電器でわかると思います。使い方はね、ほんとこれだけなんですよ。何がいい何が悪いっていうのも特にないので、うん、まあ普通に使えますよね。ただ自分が使ったことある検電器って、この感度の調整って結構アナログタイプのもので、こうやってなんかダイヤルを回したりするものしか見たことなかったんですけど、まあ、これはね、ワンタッチでできるっていうのは、まあいいところかもしれませんね。ただこういう風にデジタルになったってことで、もうちょっと微妙な調整したいなーって方にはちょっと物足りないのかなっていう気はします。感度をね、強くすることによって、こういう風に近づけただけでピッピピッピなりますんで、あの壁についてるコンセントとかね、電気が生きてるかどうかとか、あとこういう電源コード、これに電気が通ってるのかどうか、はい、っていう感じで調べることができるので、全然まあ普通に使えます。結構バリバリなりますね。うん、低感度でもこのコードなりますんで、コールド側だと鳴らなくて、ホット側だと
ちゃんと鳴ってくれると、こんな感じで使えますので、この低感度の方で使っていただければちょうどいいような感じで調整されているのでいいのかなと思います。で、この下に表示されているパーセント表示なんですけど、これはただ単純に電圧の強さを表示してるんだと思います。まあ、ピッ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 っていうね電子音とこの画面が赤くなるっていうことで、電圧検知してるよっていうのは一目でわかるんですけど、まあ、このパーセント表示があることによって、まあ、どのぐらいの電圧強度があるのかっていうのがね、この画面を通してより詳細に分かるような感じになってます。だから本当になんかデジタル検電器って感じですね。で、特にアラもないですし、まあ、全部ねプラスチックでできてて、特にゴムで巻いてあるとかそういったことはないですけど、普通に軽いですし使いやすいし、まあいいんじゃないかなと思います。で、価格がね1000円ちょっとで買えちゃうんですよ。非常に安いものなので、ぜひね興味がある方はね概要欄の方からリンクをクリックしてチェックしてみてほしいなと思います。あとプレゼント企画ですね、こちらの方も概要欄の方に詳細記載しておりますので、ぜひぜひ応募してみてください。ちなみに前回のプレゼント企画は応募者ね10人ぐらいだったかな、で当選者1人だったんで 10% ぐらいの確率で当たったような感じなので、今回もね運試しと思ってぜひチャレンジしてみてください。もちろんね送料こちら持ちで送らせていただきます。はい、ということで今日はかなり短いですけどこんな感じで終わりたいと思います。この動画を見てちょっとでも面白かった、参考になった方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。またね。